始めてください。じゃあ、キャットも少年もいないけど頑張りましょう。じゃあ始めてください、お願いします。はい、では急遽決まりましたサイドトーナメントとしての、KF98UM、シングル、まだ、まだあの調整中なんでこちらはそのまま、はい、2B 側の方は、2B じゃない、 B 筐体の方は始まっております。ですね、終わられたら、こちらの方まで、勝った方は、すいません申告をお願いいたします。はい、じゃあ倒しちゃってください。はい、はい、じゃあ一夢さんお願いします。今配信画面の方には KOF98UM、の FE ではない、KOF98UM 初代というべきなんかよくわからない感じ の、 あのタイトルですが、そちらの、ワンオン、シングルトーナメント一発勝負の様子が映し出されております。まずは0回戦からスタートさせております。よろしくお願いします。はい、勝った方はこちらまでお願いします。はい、どんどん呼び出しいたしますよ。
はい、続いては、影響隊からいきましょうかね。2番と11番、ヤグオ、ヤグオ対、モフ、モフモフ、モフモフ、モフさん、ヤグオさん、ヤグオさん、モフモフモフさん、モフモフモフさん、モフモフモフさん、はい、じゃあ次だ、そこ今やってる、SR さん対マゴメさん、SR さん対マゴメさん、はい、あ、そちら、じゃあ SR さんとじゃんけんお願いします。じゃあ、そちらの筐体でお願いします。はい、では今勝ったのはどちらかな。はい、一部さん、はい、だヤグオ対、モフモフモフ、はい、もう準備ができたとこからスタートボタンを押しても始めちゃってください。 OK です、始めちゃってください、お願いします。はい、98UM はですね、これまでの KOF とちょっと違って、システムを自分で割と組み合わせることが可能という、なかなかないですね、モードを選べるっていう時点でもはやネオウェブか 98UM かぐらいですけど、 98UM はさらに、ダッシュ、ステップ、前転、避け、パワーゲージも貯めるのか、アドバンスと自分で攻撃して、貯めていくのかと、そういうのを選ぶことができます。はい、じゃあ次読んどきますね。すいません、ゼロ回線を飛ばしてしまっておりました、申し訳ありません。7番、ホサングさん対16番チョムさん、ホサングさん対チョムさん、並びに、18番ガクさん対8番フッチーさん、4名様、はい、ホサングさん、はい、あ、いらっしゃいますね、はい、ありがとうございます。ホサングさんと、チョムさん、チョムさん、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、とガクさんと、8番のフッチーさん、はい、じゃあじゃんけんをしておいてください。
はい、では SR さんと野豪の勝利、で、次の0回戦、お呼びしましたガクさんと チョムさんとコサングさん、チョムさんとコサングさんの試合をこちらでお願いします。じゃあ気をしてください。はい、左手前です。でガクさんと、ガクさんとフッチーさんは、奥の筐体で 2P は奥です、奥です、 2P は奥です。はい、ではもう着席したところからどんどん行きましょう。スタートボタン押し始めてください。お願いします。はい、手前の筐体で勝ったのは、コサングさんですかね。はい、はい、コサングさんですね。はい、ありがとうございます。次はここがもうあるので、そうですね、15番と19番、15番、秋下さん対19番は一村さんですね。こっち側でお願いします。次お呼び出ししておきます。10番と3番、ミルルン長老対、10番が、穂村さん、穂村さん、はい、じゃんけんをしておいてください。この2人です。
じゃあ、あの空いたところでお願いします。はい、で勝ったのは 2P のガクさんですね。はい、ガクさん。はい、で次お呼びしておきます。お待たせしました、5番対1番はすみさんとナルトさん。はい、じゃんけんお願いします。はい、であの空いた方でお願いします。手前がワンピーです、こっちがワンピーです。はい、では岸田さんの勝利となります。ゲームオーバー。はい、では続いてお呼びいたします。13番、13番無限さん。あー、すみません、マイク。はい、13番の無限さんかな、無限さんと、7番、はい、うん、な、逆だよね。あ、18でしょ。うん、すいません、13と7なので、コサングさん、コサングさんと、13番の、無限さん。今やってた
B 兄弟でやってた方どちらが勝たれました？今終わった方。はい、ホムラさん勝ち、ありがとうございます。ホムラさん 10番。はい、あの空いてるところでお願いします。で次を呼びしておきます。17番対14番、17番 M ダッシュ対、伊藤さん。で次空いたところでお願いします。はい、じゃあ M ダッシュさんと二人お願いいたします。ゲームオーバー。はい、次1回戦最終試合を呼びいたします。6番お待たせしました、スエさん。スエさん、スエさんいらっしゃいますか？6番あ、いたいた。と、ガックン。スエさんと、じゃあ次に空いたところでお願いします。ワンピー、ツーピーしか選べないんでこっち側で。はい、
下がったのは はい、小作さんですね。はい、ありがとうございます。では向こうで、ガックンと、はい、すいません、ありがとうございます。ガックンとスイさんがやってるので2回戦ですね。2番対15番、ヤグオ対アキスタさん、矢口、矢郷さん、試合です。あ、来た。次開いた方。無情すぎる。はい、それでは2回戦をどんどん読んでいきます。4番対10番、4番 SR さん対10番ホマラさん、 SR さん対ホマラさん、じゃんけんをして対決をお願いします。次に空いた方でやっていただきます。下がったのは末さん。はい、次呼びしておきます。5番のハスミさん対7番のコサングさん。
さて前の筐体勝ったのは岸さん。はい、はい、じゃあそのまま、手前の台で、はい、蓮見さんの試合が行われております。続いては、17番対6番、6番の末さん対、17番のエブダッシュ。エブダッシュ試合です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 。はい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 、末さんと、じゃあ次空いたところでお願いします。はい、奥の筐体勝ったのはサウルさん。はい、それでは今そこで行われているのが、M ダッシュの試合なので、それではですね、ここから1台にしましょうか。1台進行は15番対4番、秋久さん対SR さん。 SR さん、次試合なので秋下さんとじゃんけんを。次から1台にするのでこっち側で。いやー、今のスライサー出てたらな
よっしゃはい、では M ダッシュ勝利ですね。ここからベスト4なので1台進行でいきましょう。それでは、A ブロックの、決勝になります。ではスタートボタンを始めてください。さあほぼ中身は清勝しかやってない秋下さんがここでなぜか勝ち上がっているという本人の強さを物語るこのプレイング。そして、2P 側は、SR さん98無印です。そして 2P 側の SR さんはもろに 98UM と言わんばかりのブライアン・ウラ・ヤマ・ラッキー。さあ順番どうするんだこれ。さあ初手ラッキー。まあ、このゲームね、まだ FE とは呼ばないまでもだいぶアメスポチームが強くなってますが、さあ早速貯めていく。クッタイクで寄せつけない。さあ対して秋久はアドバンストなので走って近づけることっていうのがすごく利点でしょう。さあここで発動していく。ヘルマンまでつながる。何さあステップでラッキービジョンだ。ラッキービジョンでかしてください。中段です。重ねて動くな。ここから奥攻めよ。いやーガーキャンコ吸ってる。先制したのは 2P が SR。 1P が秋久中堅のダイモン5。さあだいぶ98に比べて弱くなったこの柔道家ですが、それでも技の力強さは健在。投げていく。やってること一緒です。さあしかしこのブライアン、さあステップカメラにどう対応していくか。往復する。はい出して対応。ガギャン絡まれる。ガーゲンで押し込んで、さあここはブライアン側もでかいはでかいのでおお、ダイモン強くない？気のせいだと思います。本人が強いだけだと思います。さあさすがにここは止めておきたい。中段ガード押し込んで溜めてからの、さあエキストラゲージはステップな分歩くのが速くなっております。このゲームどんどんどん。さあとどめ。ああちょっと厳しい。さすがに厳しい。ここでしゃがみ C を決めて大将戦。サッカー、アキスタのラルフ、ゲージがここは4本あるはず。ゲージをね、こうやって溜めておけるのもアドバンスのすごく利点ではありますが、このゲームはだいぶエキストラが強くなってますので、いかんせん生かしきれるかどうか。投げていく。ガキャン、ここはスカム、ジャパン。だが、このアキスタ、ボタンを擦ることに関してはかなりの一級品。
投げて、さえさる、ここは少しまとまったダメージが欲しいところだが、ここからマックス消費一発入るだけで多分5分ぐらいいけるな。さあ粘っていく、押しているのは秋田だが画面の足逃げていく、こかしてワンチャンス、さあここで飛べ、飛んでいる、変わったのは秋田、読み合いが強いだけな気がするけどな。15番ですね。はい、それでは B ブロックの決勝戦、7番の小サングさん対、17番 M ダッシュ。これもしかして M ダッシュが勝ったら明日の98の決勝戦のね、なんかそんな組み合わせにならなくもなさそうですが、さあ B ブロック決勝戦始まりました。 1P が M ダッシュ対 2P がコサング。さあ先ほどのはい、先ほどのアキスタとは違い、まあ、実にキュアチームらしいキャラを取っている M ダッシュ。さあそうなんです、このキャラクラウザー、しかし表シルミもね、だいぶこの NC ないししゃがみ C がすごく強化されているので、牽制もだいぶ強くなった印象がある。さあこのシルミソード、さあでかければでかいほどこのシルミの立ち C がきついという、なかなかね いい感じの性能に仕上がっております。さあ気づけば体力が5分、ガガンゼロロット。さあだがこのキャラを止めないとこのゲームは成り立たないぞ、無情すぎる、強すぎるだろこのキャラ。さあそこで同キャラジャブかな、いやー本当にパワーありますよねこのキャラ、飛び道具を持ってて突進、無敵突進技と長距離移動突進技と、無敵投げとコマンド投げとラム長飛持ってます、すごすぎ。あとこう当て身投げもあります。さあと言ってるうちリードしてるのは M ダッシュ、F ダッシュのクラウザー。さあ削れば終わりだが、さあここは止めないと、あ最後も同キャラなので止めていかないときついぞ。コサング、フェニックスハーフホー、ああ危ない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 、サイファー、あー細かく細かく止めていく、あお互いアドバンスなのでゲージをどう使うかもだいぶ大事、硬いお互い硬い、フット足でかめ足どうする、投げてハフホー、さあ消費が絡まないとちょっとダメージが弱いのが、うおーすごい上から潰していく、さすが有利のジャンプシー。さあもうここからは分かんないですね、ゲージもお互いしっかりある状況で、あ終わった、終わったかもしれない、ドンバン終わった、
はい、ということで決勝は M 出した秋久になりました。さあ明日もこんな場面が見れるかもしれないという対戦にましたが、はい、それでは今日、初日最後の試合、時間もぴったり9時です。それでは最後の試合盛り上がっていきましょう。さあ秋八 UM 勢の、依頼でサイドトーナメント始まりましたけれども、結果を見れば秋久対ムダッシュという秋八無印勢と言っていいでしょう、非 UM 勢が残る結果になりました。さあ秋久、ここはちょっとさすがに大門が98、まあ、M ダッシュは純正 98UM も相当強いので、さあちょっとこれは厳しいと判断したのか、よりよりが刺さる。さあ徐々に歩きながら距離を取っている秋久に対し、 M ダッシュは果敢にジャンプで攻めていく。ああ絡まれると厳しいぞ、動くな、様子見からガードしてる、砕く競り勝ったのは秋久、ガードして細かく牽制していくマグロ。さあお互いここやはりここぞのガードがうまいが、勝負をかけていったのは秋久の方。さあ徐々に伊織側の体力が伊織になってくる、ある走ったところにしゃがみ込む大山の3段決めて先制したのは M ダッシュ。さあ細かく細かく位置を変えているのは秋下の方、そう対して M ダッシュは後ろに下がりながらも距離を詰めさせない、逆に詰めていく。浮かめ足耐えきれるか、押し込んでいく。うわさっき見たぞと、さあここで倒しきれるかどうかが中断。あここで出てくるクラウザー、秋久これを予見して、あっとこれは痛すぎる。さあ読み合いのポイントでしたが、ガードさせた代償あまりでかい。あガード型がこのクラウザーのパワー、画面足さあワンチャンス読み合い、うおっジャックスバットでスライディングが潰れる。いやー近づけない。さあここがハーフホー、さあデュエルスバットをまず止めに行かないと余命が発生しないが、デュエルスバットを止めようとすると他が通ってしまうというこの厳しい状況。押し込んでくる、競り勝っていく。うおー差し込む、さあやはりこのキャラなのか、差し返していく、デュエルソワット厳しい。はい、というわけで9チームトーナメント優勝は M ダッシュ選手です。おめでとうございます。なんなんこのキャラ。はい、ではハスミさん。
はい、では締めていただきましょう。はい、お願いします。じゃあちょっと UM 勢不甲斐なかったですけど、またいつかやりましょう。ありがとうございました。はい、それでは長丁場お疲れ様でございました。本日の DNA 大学リトリックシーズンの初日のトーナメントは全て終了となりました。あとは皆様、時間の許す限りの試合をお楽しみください。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。